おはようございます、釣り子 TV です。ちょっとね、気になる針があったんで釣り具屋さんで買ってきてみましたよ。まあ一挙にね、何サイズか買ってみたんですけども、こういう感じで、あの BKK のこれなんだろう、ファングスっていうものかな、62UA みたいな感じでね、トレブルフックなんですけども、これね BKK ね結構安くていっぱい入ってていて、まあね、あのこの手の針って結構超高いのが定番というかね、まあ、サイズもでかいんで、この BKK だとね550円ほどでね、こうねちょっと揃っちゃうんですよね、欲しい感じの針がね。そんでこう、あ、これはいいやと思ってね一気に買ってきたんですけども、なんぞや、ね、海で使うのにいいんじゃないかなっていうね、そういうちょっと使用の針っていうことで、裏をね説明が書いてあるんで読んでみると、ソルトフィッシングにおける標準フック、ね、シャープでいて頑丈な針先は硬い口でも容易に貫通させる、ウルトラアンチラストコーティングを採用、腐食に非常に強く強度を長く保持、きめ細やかなコーティングは貫通時の摩擦抵抗を最小限に抑制。で、このね、センターバランスアイとかね、いろいろね、かゆいところに手が届くような、そういった、仕様になっていて、まあ、錆びづらくて、刺さり抜群で、で、このね、BKK のね、好きなところが、サイズが豊富に展開されてるんですよね。30番まであって、っていうところなんですよね。30番まであって、そこまで、伝言つく。太くなくて形状もナイスでっていうことで、早速ね開けてみますかね。はいはい、こんな感じですね。こういうどうしてもね、30番とかごつい仕様になってくると、どうしてもちょっと太軸、もう少しね軸線が太いんじゃないかなみたいな印象があるんですけども、ここはねほんとね、刺さりとあとね軸線の太さと、絶妙なんですよね。これが海用のやつなんですけども、これね、例えばコードネームバスね、これなかなか適合するフックね、どうしようかって悩みどころなんですよね。このコードネームバスとかに大型のね、50番とか、そういった番手の針を背負わせるとですね、どうしてもね太軸になっちゃうね。だけど、まあ例えば狙いは、まあ例えばブラックバスとかシーバスだと、そこまでそのオフショアのね、超青物とかマグロとか、そういった感じの軸線はいらないんだよな。そんな時にこの BKK がね、なかなか絶妙な塩梅のね、こういった針をラインナップしてくれてるってことで、これはね30番までなんですけども、まあバスで使うんだったらコードネームバスにも、ね、30番なんかでもいいかもしれないんですけども、これはね、あの BKK のその、海用ではないっていう仕様の針なんですが、去年ご紹介しましたけども、非常にね大きいので、このねセッティングにしてからね、このねコードネームバスのこれフローティングモデルですけど、結構ね魚釣ってるんですよね。なんか、従来ついてる針がもうちょっとね小型でフェザーがついてるものなんですけども、それよりはねちょっとブラックバスっていうより海で使いたかったんで、でランカーシーバスとかっていう感じでね、狙いを定めていくと、まあこんな感じのね、太さになってくるのかなね。でこれで使っていて、あ、 BKK ってなかなかいいねね。そんな中でこの海でもいいんじゃないかいみたいな感じのね、こういった針がね各種ね、出ていたので、いくつかね、買ってきてみました。まあ出しどころとしてはそうですね、スーパーマグナムザラスプークであるとか、あとジョインテッドクローマグナムとか、まあそういった大型のね、プラグに、搭載してどんな感じかな、ね、そこら辺の番手を揃えてみました。詳しい使用感とかはねちょっとね秋一通りね
ダーカーシーバスシーズンとかね、乗り切ってこんな感じだったよなんてまた報告、できたらいいなぁなんていうふうに思うんですけども、まずはねこんな針が売っていたよっていうことでね、ご紹介です。はい、というわけで、本日の釣りっ子 TV はこちら、あのねお得にいい針が買える BKK からちょっと海に特化したねこんな感じの形状のフックが登場していた、こういった動画でした。はい、釣りっ子 TV でした。また会おうぜ。